3回の平松です。今日は天井表層角膜症、または天井表層角膜炎という言い方もしますね。のお話をしようと思います。これ何かというと、簡単に言うとゴロゴロするとか痛いってことですね。まあ、普段皆さんもなんかゴロゴロする痛いなって感じることあると思います。で、そんな時、実は目ってよく傷ついてるんですよ。何を原因とするか、目に傷つくっていうと、例えば目をこするとか、ゴミを入れるとか、それで傷つくのは皆さん理解できると思うんですけど、目ってほぼ何もしてなくても傷つきます。具体的に言うと、例えば無理やりこうやって目を開けて閉じないようにずっとしていれば、びっしり目に傷がつくんですね。例えば目乾きやすいドライアイの方で、エアコンの風が当たる。これでも傷がついちゃうわけなんですよ。ですから、ドライアイって、ただ乾くだけって思われがちですけど、結構傷つきやすいと。で、それによってゴロゴロする。ただ、このゴロゴロは、比較的早く治る。何時間または数日間で治ることが多いので、まあ皆さん最初は気にするけど、まあそういや前ゴロゴロしてたねとか、まあそんな感じです。ただ、この天井表層角膜症が本当にひどい方っていうのは、目開けてるのも辛いって感じになります。よくドライアイとか目の乾きの患者さんで、それの傷によって、もう目も開いてらんないとか、生活するのも辛いって方いらっしゃいます。ドライアイですってお話すると、いやいや、まさかドライアイのはずないじゃないですかと。まあ、こんだけ痛いのに、目が乾いてなんか関係ないですよねって言って、じゃあドライアイの治療を始めると治るんですね。これどういうことかっていうと、ドライアイってすごいなんていうかな、ちょっとだけ乾くだけってイメージが強すぎるんですよ。でも実際はドライアイっていうのは軽いドライアイもあれば、非常に重症なドライアイっていうのもあるんです。そして、重症なドライアイの方の場合は、治療しないと本当に目を開いてらんないとか、場合によっては、治療してても目開けるのが辛いって方が結構いらっしゃるんですよ。だからそのことをちょっと頭に入れていただいた方が、ドライアイだから大したことないでしょっていうふうには勘違いしないかなと思います。眼科によっては軽いドライアイの目薬しか出さないって施設もあります。じゃあそれで治らなかったからドライアイじゃないかっていうと、まあよくそれでいらっしゃる患者さんもいるんですね。でもそんなことないんです。軽いドライアイの目薬ではほぼほぼ効果がないけれども、まあ強めのお薬を何剤か刺すことによって良くなったって方もいますし、まあはたまた自分に合う薬、合わない薬が結構あって、もうこう組み替えてうまく治療しなきゃいけないって人もいます。なので、まあちょっとゴロゴロするとか、そういうのをどうにかしたいって場合は、ちょっとご相談いただけるといいかなと思います。今日は目がゴロゴロするについてお話ししました。